だんだん焚き火がいい季節になってきました。いや今日焚き火のなんていうのトング世話するトングを忘れちゃって素手でやるしかないということで、いや最近女性ソロキャンパーがやったら増えてないですか。 YouTube、まあ、YouTube をやってる人に多いのかなっていう感じはしますけども、 YouTube を始めた女性ソロキャンパーっていうのはすごく多いなって感じますね。またね若い女性がやってるから視聴者数がすぐ増えるんだ。まあおっさんのねキャンプ姿見るよりも女の子のキャンプ姿見た方がよっぽどいいに、それはその通りですわ。でもキャンプ系女性 YouTuber の戦国時代だね。ものすごい多いもんね。そう、あとのんびりやってるのはおじさんのキャンパーたち。今日もね他の3群も見ましたけど、全員おじさんでした。全員ねおじさんでした。こっちからひんやりした風が来て、こっちから熱波が来る。ちょうどここで交わってちょうどいい感じだけど、今ちょっと煙いっすね。さあ今日はグレンモレンジ、ウイスキーに限らずお酒って、場所とかシチュエーションで味が変わりますよね。家で飲んでる時とバーで飲んでる時とこういうところで飲んでる時とそれぞれ味がちょっと違うんですよね。ぐわ入ってきた。またねスモーキーさが増してるっていうか、アウトドアで飲むと焚き火のせいかもしれないですね。焚き火のせいかもしれないけども、なんかこうスモーキーさが増してるで、ちょっと美味しい感じがするんですよね。バーはバーでまたねバーテンさんと話しながらね飲むと美味しいし、家でもね美味しいし、あと、宅飲みとかする時もあるんですけども、その時も美味しいですね。今度これ持ってこう、飲みきれないから。これなんだろう、軽く感じる。またこのグラスね、グラスじゃねえや、このコップチタン製のコップなんですよね。すごい薄っぺらくて軽い。これもキャプテンスタック製だったと思います確か。これで飲むと美味しいんですよね。虫が鼻に入ってきた。これ酔っ払うな。いい気になって飲むのやめとこう。さあ中に入ってきました。広い、かなり中も広い。いいよ。なんかね鹿の鳴き声するな。鹿いるのかな。まあ一応荒らされそうな食べ物も中に入れたし、大丈夫だと思います。かなりテントの中も広いので過ごしやすい。よし、じゃあ
ね、12時前ぐらいまでくつろいで、それからもう寝ようかと思います。いやー、それではおやすみなさい。さあ、おはようございます。はあ、よく寝たっちゅう感じですね。本当に普段寝れない分、キャンプに来ると寝れるっていう感じで、とっても健康的だと思います。こういう感じですね。思いのほかテントはでかかったでもまあでかいだけに、快適でしたね。中広くて乾いてるし、四つ葉もあんまついてないですね。畳んじゃおうかなと思います。タープはこういう感じで貼りました。ちなみに使用したこの延長テープ、これは、キャプテンスタークのね、ものです。鹿番長、何でもあるいるな。これが重要なんですよ。これがね、重要。これをこうやって、ちょろちょろ注ぎができる。いただきます。うまっ、おいしい。今朝はもうね、簡単にオニオンビーフカレーパン130円、アップルパイ140円以上。
こういう森の中に、森っていうか林かな、こういう林の中にそのまんまキャンプ場がある感じですね。多少木が間引かれて、そこら辺がキャンプ場になってます。前ね、2年ぐらい前ですかね、家族と3人で家族で来たんですけども、その時はもういっぱいでしたね、一面。まあその時は土日だったと思うんですけど、ね、土日はここはやっぱここも結構人気のあるキャンプ場で、土日はもういっぱいになりますね。ファミリーキャンパーばっかりですね、ほとんどね。向こうの方行くと開けたところがあって、そこは林間じゃなくて、どちらかというと広場みたいになっているところもあります。さあ、ここら辺はもう完全に林間サイトですね。そしてここが東屋的な、東屋使用料1日あたり1100円。ここでね、食事したりバーベキューしたりできるんじゃないでしょうか。そしてここが炊事場、自動販売機もあってお湯もちゃんと出ます。そう、お湯もちゃんと出ますと。でここはゴミはも基本持ち帰りで、炭と灰だけは、ここで受け取ってもらえます。でここがトイレとシャワー室で、シャワーは今は使えません、まあ、コロナ関係で使えません。そしてここがトイレと、トイレはなんかリニューアルされてちょっと綺麗になってますね。さあ、もう今は8時44分なので、ちょっと片付けて、まあもうちょっとゆっくりしてね、10時半撤収ぐらいの感じで帰りたいと思います。まだもうちょっとゆっくりできます。で帰りはね、大江戸温泉の木光の湯っていう大江戸温泉の、お風呂の施設がありますんで、そこで一っ風呂浴びて帰ります。それでは、片付けました、はあ、どうもお世話になりました。 あまた汗かいちゃって、これからさあ、これからなんだっけ、近くの温泉行って、帰りたいと思います。もうここね、東京からすぐ来れるんで、もう千葉のキャンプ場は本当お手軽、ここと、上総オートキャンプ場とか、あとはあのなんだっけ、森の牧場とか、 あとは、花々の里とか、そこら辺をよく使いますけども、もうみんな東京から橋渡ってすぐですからね。
いいと思います。千葉はね、まあ、ダイナミックな森とか、ダイナミックな地形とか山とかそういうのはあんまり期待できないですけども、まあ、まったりしていい感じのキャンプ場が多いと思います。それでは帰ります。さあ帰りはいつもなんだ、いつもこの温泉に寄って帰ります。上総か、久留里周辺のねキャンプ場の時はこの君津の森っていう、ここで温泉入って帰ります。